どうも、ゲタ、花尾です。えー、本日のテーマは、役の抵抗なかったですかという質問でございます。はい。あのー、なんでしょうね。まあ、ごもっともな質問なような気がします。はい。確かに。確かにごもっともな気がします。で、えー、なんかすごくある意味ね、単純な質問なんですけれども、 あの、すごく奥が深いなぁと、えー、僕は思いましたのでね、えー、動画を撮らせていただきます。で、なんでしょうね、やっぱりそのね、仮装場職員、仮装ってね、えー、ダビにフスとかいろんな言い方をしますけれども、ただ、ものすごく単純に、ものすごくわかりやすく言うと、人を焼く仕事なんです。はい。もうそれに尽きるんですよ。 ね。そはそうなんですよ。で、そはそうなんだけど、でも、ね、やっぱりねっていうのがあるから、仮想っていう言葉をね、使ったりとか、ダビに付されてとかいう言葉を使ったりとか、まあそういうふうにいろいろやっていってるんですけども、ただ、えー、真理としてはそうなんですよね。って考えると、その心理、ね、えー、人を焼くっていうところだけ、えー、考えると、抵抗なかったですかと。 ね。はい。で、それは、あのー、なんかね、すごく自然な質問だと思います。あ、確かになーって僕も思いましてね。で、えー、っと、まあ実際ね、その僕がやっていて、で、そして今はもう辞めてますけどね。はい。まあ、で、僕は辞めているからこそ逆にこう、こういう風に YouTube で伝えてるんですけれども、じゃあ、下田くんはね、かそば職員になって最初どうだったのと、あの、普通に抵抗ありましたよ。はい。あの、普通です。 あの、いや、全然いだ全く、いや、何でも感じないですけどね、ポチーンみたいな、あの、そういうサイコパスでは別にありません。はい。めちゃくちゃ僕、普通です。普通に、えっ、ー、と、あ、そうすか、え、次僕、点火ボタンですかいやでもね、わかりました。じゃあちょっと、あの、やりますって言って、 じゃあ、すいません、ポチっていう感じです。はい。あの、抵抗普通にありますよ。<laughs> ね。まあ、でも、もう、いやーみたいな、もう絶対嫌ですみたいな、あの、それはなかったです。あの、仕事ですからね。はい。それ、そういう仕事しますって、こう、面接に来て、えー、やってるのになんか無理ですみたいな感じは僕はなかったですけれども、あのー、本当に普通に、はい。あのー、もちろんありましたよ。うん。で、まあ、なんですけれども、まあ、結局ね、じゃあ、その、なぜ仮装をするのかっていうことなんですよ。はい。 えー、そこを突き詰めて、で、そして遺族さんもですね、あの個人さんを連れてね、仮装されに来てるんですよね。はい。でそうですよね。えー、仮装お願いしますって言って皆さん仮装場に行ってるはずですよね。はい。っていうことは、えー、遺族さんたちがそれを望んでいる。ね。ということは、じゃあ、えー、わかりました。じゃあそうさせていただきますっていうその気持ちです。はい。それで、えー、ずっとやっておりましたね。 はい。で、その気持ちで、えー、お骨上げもやっておりました。はい。というような感じですよね。だから、あの、もちろんね、やっぱりその抵抗も、あの、ありありでしたよ、最初は。はい。あの、なんでしょうね、逆にね、えー、仮想場でこう、働いて、ちょっと、 ちょっとましたなんんかか若いい人ね <laughs> いやこれもう皆さん今から僕が言うのは偏見,です <laughs> 偏見だけど、偏見だけど、確かに割合が多いという意味でお話しますけど、今言ったみたいに、なんか働き出してちょっとスしたちょっと若い人とかは、いや、俺は全然抵抗ないぜ、みたいな感じの、なんかね、変な格好の付け方をする人もいるんですよ。<laughs> いるんですけど、あの、あの、なんでしょう。抵抗ある方が逆に人の痛みがわかるよね、と。 はい。そうなんですよ。えー、全く、なんか全然大丈夫ですっていう人って、あの、僕ね、人の痛み分かりづらいと思います。はい。で、あの、本当にね、仮装するだけだったらまだいいですよ。そのもう仮装するマシーンみたいな、あの、感じだったらまだいいですけれども、まあ、それ以外でも例えばお骨上げをするとか、えー、もしくはその仮装場のね、えー、まあ、場内で遺族さんと会っただけに会釈して挨拶するとか、あのー、まあ、 ね、例えば遺族さんがすみません、お手払いってどこですかって聞かれた時に、あ、あの、こちらですよとか、まあ、その簡単なちょっとね、コミュニケーションとか、えー、まあ、やっぱりそういうのをやる場面っていうのはね、まあ、大体あると思うんですよ。はい。ってなった時にね、あの、本当にその、人の痛みがわからないっていうのって、あの、ものすごく不利だと思いませんか ねものすごく不利ですよね。ええー、まあ、その、えー、本当にね、本当にもう人の痛みが分からない、全然分からないんですっていう場合もね、それはあるだろうから、で、それは別に僕も、あのー、なんか責めるべきもんじゃないと思ってるんでね。はい。もうそれは何でしょう、その精神的なとか、あの、脳脳とかいろいろそういう話になってくるから、別それを責めるつもりはないけれども、ただ、えっ、ー、と、その場合、本当にそんな感じだったら、それは仮想場では働かない方がいいよねと。はい。えー、やっぱりこう人が亡くなって、 って,っていうね結構あのそういった場面の場所ですからねあの僕としては本当にこうやっぱりあの人の痛みをまわ、あ、かるっていう言い方よくしますけれどもまあ、これもね突き詰めたらねまあ分かるわけないんですよ人の気持ちというのははい皆さんあのわかるわけない、はい、自分のことですらなんかよくわからないみたいな、ね、感じもあるのに <laughs> って僕は思いますだからでも人の気持ちはわからなくともなんとなく人の気持ちを感じることはできると思います はいまあ、なので、まあ、そういったことがあってだから僕は普通に抵抗普通にありましたよとはいえー、いうことで結論をバーンと <laughs> 出させていただきますはいということで、えー、本日はですね、まあ、抵抗なかったんですかということでね、えー、お答えをさせていただきましたではまた仮想気団では皆様からの質問や体験談を募集しております投稿方法は概要欄下の下駄「ゲタ花尾ホームページ」よりご覧ください